ミャンマーのファールーダ・ファールーダは、インドやパキスタン、バングラデシュなど、南アジアで非常に人気のある、冷たく甘い飲料である。伝統的な作り方では、ローズシロップ、セビアン、大箱、バジルシード、ゼリーヘン、タピオカを混ぜ、チや、水、アイスクリームを注いで作る。ファールーダの元となった料理、ファールーダは、イランの冷たい菓子であり。 コーンスターチから作った薄いセビアンの麺に砂糖から作る半冷凍状態のローズシロップをかけた菓子である。この菓子はライムジュースと共に提供されることが多く、ピスタチオと共に提供されることもある。ファールーではイランの伝統的な菓子であり、隣国であるパキスタンにおいても同様である。ファールーではイランシーラーズ発祥の料理であり、イランでは シーラーズ・ファールーデが特に有名である。ファールーデは初期の冷たい菓子と呼べる存在であり、紀元前400年にはすでに存在していた。ファールーデではもともと滑らかであることを意味していた。イランにおいては、ファールーデはアイスクリームショップもしくはファールーデ専用屋台で販売されている。使用されるセブヤンはゴムギよりもクズーコンから取れる澱粉で作ることが多い。 通常はローズシロップを加えるが味に変化をつけるためサフラン、マンゴー、チョコレート、イチジクで代用されることもある。現代ではファールーダはパキスタン、インド、バングラデシュ、スリランカ、ミャンマー、中東で夏季に人気のある飲料となっており、レストランや浜辺の屋台では常時注文可能である。ファールーダはイラン発祥の料理であり、18世紀前半。 ナーディルシャーの地勢に、インドへと入ってきたと考えられている。ファールーダを作る際に使用されるセビアンという面は、インドでは通常小麦から作るにもかかわらず、ファールーダに使用するものは、クズコンから取れるデンプンから作る。氷は、冬の期間に集める、もしくは山の頂上から運ばれ、ドーム型の構造物の地下部分にあたる、大きな部屋に保管される。これにより、 砂漠地帯の中においてさえも、牡蠣を通して氷が利用可能となる。この利用方法は、ファールーダのような評価を作るために開発された。後に、技術が進歩すると、ローズシロップや砂糖をセビアンと共に加えるようになった。現代では、ファールーダには様々な種類がある。綿上でないものもあれば、果物を混ぜ込んだものもある。インドで作られているファールーダは、クルフィー。 半透明の白い麺、味付けされたシロップを使用して作るものである。ファールーダの中には、ミルク製器として提供されるものもある。ファールーダは、セビアンという麺を細かく刻んで作ることから、ヒンドゥスターニーゴの慣用表現では、時に暗誘表現として使用されることがある。悪評の立ったものに対する定携句として、名誉はファールーダへと変わったという文句がある。インドのファールーダは、 パキスタンのファールーダとは一般的に異なる。ファールーダはパキスタンで人気のある飲料であり、特に夏キには非常に人気がある。ラホールから自動車で約40分の地点にあるカスールの街は極めて独特なファールーダで有名であり、伝統的に明るい茶色のクリームを主原料として、砂糖のシロップとセビアンを加えて混ぜることで作られる。ありがとうございます。